東三好町歴史民俗資料館で開かれているのは、共に町内で活動しているミカモ水墨画クラブと手話サークルミカモの皆さんによる作品展です。水墨画は8人のメンバーが出展しました。コロナ禍の中で全然こう先生もご高齢でいらっしゃるし、練習時間が全然取れなかったので、今までに描いてる作品を持ち寄っていただいてます。会場にはそれぞれのお気に入りの作品が並んでいます。やっぱり波ですね、はい、もう何回もいろんな描き方していました。今のところ一番気に入っているのはこの描き方なんです、はい、顔の部分、うん、これはまあ一番気に入ったんだけど、ね、先輩方のようにやっぱり掛け軸の大きいのに一度描いてみたいなって思ってるんですけど。手話サークルの皆さんからは指文字の五十音表やこれまでの活動をまとめたパネルが出展されました。ろう者と健聴者の文化の違いっていうふうな勉強をしています。もう本当に楽しい、一緒に活動できる場所です。綿を詰めた手袋を縫い合わせて作った指文字は、一目で手の形や動かし方が分かるようポージングに苦労したそう。作品展が終わった後は町内の中学校に寄贈し、子どもたちに知ってもらう予定とのことです。この作品展は東三好町歴史民俗資料館で5月12日まで開催されています。